保安板隊は、ベトナムの軍人、政治家。ベトナム人民軍初代総参謀長。テト構成時、南ベトナムにおいて、最も有名な北ベトナム軍の高級指揮官であった。最終階級は大将。保安板隊は1915年、大保安総安官村に生まれた。本名は、保安板支援。別名、ムイカ官。1938年、 インドシナ共産党に参加。1941年、バクソン旧国軍の部隊指揮官となる。軍事学校を卒業後、1945年の8月革命において、日本軍への抵抗運動を開始した。彼は34人の兵士の一人として、1944年12月22日のベトナム解放軍宣伝隊設立会議に参加した。 終戦後の1945年9月、ホーチミン臨時政府主席により新設の国軍参謀長に任命され、後にベトナム人民軍総参謀長を務めた。1947年8月26日、独立大団大団長を兼務。1950年の秋冬、参謀本部の一員として国境戦役を指揮する。 1948年1月1日、少々の階級を授与される。1954年、ディエンビエン風作戦の参謀長として、総司令官房、グエンザップを支援した。両作戦を総参謀長として指揮したタイは、1959年8月31日、中条に任命された。1960年9月、第3回ベトナム労働党大会において、 党中央委員に選出される。1961年1月23日、第3期党中央委員会第3回総会において、党中央軍事委員会委員及び、常務委員、国防次官に任命。また、1960年から1965年には、政府内に新設された、体育、スポーツ委員会主任を務めた。1966年、 第五戦区司令官建政治委員に任命。1967年から1973年まで南ベトナムに派遣され、南ベトナム解放軍司令官、南部中央局副書記を務めた。臨時革命政府の脱出時及びカンボジア戦役時、タイは公文、NL 会、PRG の本営を撤退させる準備を担った。1974年4月、 彼は上昇に昇格し、国防次官及び第一副総参謀長、中央軍事党委員会常務委員に任命された。ベトナム戦争終結後の1976年12月、第4回ベトナム共産党大会において、中央委員に再選出される。1980年1月に大将に昇格した。1982年3月の第五回党大会において、 中央委員に再選出。第7期国会議員。ありがとうございます。